こんにちは、こじこじです。毎週火曜日はガジェットの日ということで、今回はこちら、ギガバイトのグラフィックボード GeForce GTX1050 オーバークロックエディションの2ギガモデル紹介レビューします。こちらのギガバイトのグラフィックボード、2スロット幅のロープロファイル対応となっています。さらに全長が 167mm とスリムでコンパクトな筐体にも搭載可能な形となっています。さらに補助電源不要のグラフィックボードとなっており、電源容量をねそこまで気にすることなくね搭載することが可能となっています。それでは早速開封していきます。こちらの GTX1050、 今までの GTX50 番台と比べてかなり薄型のね箱になっています。中身どうなっているんでしょうか。よいしょ、ちょっと硬い。よいしょ、ということで中身見ていきたいと思います。じゃん、おお、かなりシンプルですね。グラフィックボード自体も、はいはい、やっぱりサイズで見るより実際見るとかなり小さめですね。パッケージの中身なんですが、グラフィックボード本体、クイックスタートガイド、ドライバー CD、 ロープロファイル用のブラケットになっています。今回こちらのギガバイトのグラフィックボード GTX1050 オーバークロックタイプ、サイズをね比較するために、通常の GTX50 番台のねサイズ感のグラフィックボードを持ってきました。こちら GTX950 で、同じくね補助電源のいらないタイプのモデルなんですけども、やっぱりロープロファイル対応ということでね、すっごくねコンパクト化されてますよね。こちらと比べるとかなりのサイズ感の違いとなっています。全長を比較しますと2センチほどね、はい、奥行きが短くなっています。外観に関してなんですけども、ファンがねかなり小さいですね。そしてこのような感じになっています。ヒートシンクもかなり小さめですね。でこちらもこのような感じで無駄のないね作りになっています。出力に関しましては個人的にとてもありがたい DVI 出力がついています。そして HDMI 出力が2つ、ディスプレイポート1つとなっています。それではこちらのグラフィックボードを搭載します。こちらのグラフィックボード、端子部分にねカバーがついているので、カバーをねまず外します。こんな感じで外せます。はい、そうしましたら PCI エクスプレスポートに、はい、スーパーファミコンとかのねソフトと同じようにぐさっとね挿していきます。グラフィックボードを挿し終わりましたら、1箇所もしくは2箇所ネジ締めをします。それではまずはじめにファイナルファンタジー蒼天のイシュガルドベンチマークを使って性能試験を行っていきます。今回評価に用いるマシン CPU に i7 の4770を搭載し、グラフィックボードに先ほど紹介しましたギガバイトの GTX1050 オーバークロックエディション、画質はフル HD の最高品質で評価を行っていきます。ちなみにパソコン工房さんを参考にしますと、同じく GTX1050 オーバークロックエディションを使用してフル HD 画質の場合7490ということです。ただテスト環境の方が、僕が使用しているマシンの方が2世代ほど古いマシンなので、性能若干下がるんじゃないかと思われます。それでは実際に性能評価をスタートします。ということでベンチマーク結果7096ということでね、予想に近い結果が出たんじゃないかと思われます。続いて PUBG を用いて評価していきます。フル HD の中画質で評価します。
マッチング画面ですが 60fps 程度出ています。マッチング画面は人などねオブジェクトが多くグラフィックボードにね負荷がかかるシーンかと思われます。ここでねある程度 fps が出ていればゲームの時ね困らないかと思います。続いて飛行機からの降下シーンです。飛行機からの降下はオブジェクトの読み込みなどで一番ね重いシーンなんじゃないかと思われます。オブジェクトの読み込みはハードディスクや SSD のね IO が関係してくるので直接ねグラフィックボードにはね関係ないんですが一番ねここが重いシーンで 40fps 前後となります。フィールド探索中も 55fps 前後出ていて安定してプレイすることができます。 60fps 前後出ているとね本当に安定してプレイすることができますね。このグラフィックボードはコストパフォーマンス的にねかなりいいグラフィックボードなんじゃないかと思われます。建物内に入るとオブジェクトがねあまりないので 65fps 近く出ますね。本当に安定してプレイすることができます。終盤なんですが20分30分近くプレイしてグラフィックボードの温度が安定して70度前後となっています。特別熱を持ったり熱が低かったりということはありません。さらにグラフィックボードの使用率は99から98とグラフィックボードの、ね、性能を 100% 出し切れているんじゃないかと思われます。通常 PUBG 画質が良くてもオブジェクトなどでね人が見えないと困るのでカスタマイズしてプレイしているんですが設定によっては 80fps をね超える fps が出ています。敵がね出ても見逃すことなくね倒すことが可能なんじゃないかと思います。ということで今回はこちらギガバイトのグラフィックボード GTX1050 オーバークロックエディション紹介してきました。こちらのグラフィックボードインターネットで出てる性能表とねほぼ同じような性能を出してくれました。ただ僕の使用しているパソコンのね CPU が4世代ぐらいね古い CPU なのでちょっと CPU がボトルネックになっているかなって感じも感じました。ちなみにこちらのグラフィックボード、コストパフォーマンスに優れていて、電源容量をね、そこまで気にすることなく使え、スリムでコンパクトな筐体にも搭載可能ということでね、グラフィックボード初めて買う方のね、1枚目にね、ぴったりなんじゃないかと思います。また、PUBG、フル HD で、ミディアム設定でね、60fps 前後出て、ぬるぬるね、快適にプレイすることができます。最後までご視聴ありがとうございました。今回ね、なぜこちらのグラフィックボード紹介したかと言いますと、次回以降、冬休み特別企画としまして、2万円で作るゲーミングパソコンをね、ちょっと予定しています。気になる方はね、ぜひ次回以降の動画も見ていただけると幸いです。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。